全日本に向けて各地区で予選が行われた。甲信越ブロックでは今回は勝つことにこだわったという柏木が全種目1位を獲得して優勝。吉岡も大回り系の種目でトップを取るなど、まずまずの滑りを見せ2位となった。北海道でも井山が1位を獲得し、全日本に向けて3人の調整が間違っていないことを証明した。全日本を1週間後に控えた3月上旬、大会の舞台となる苗場でサロモンチームは本番に向けて最終調整を行っていた。調子はいいんで、吉行さんも最高です。吉行さん、調子どうですか？今年は天井です。天井なんで、井山包囲網なんで、できるだけ早い中で吸収してやろうかなと。ここに来て、根本的なところを修正するってことはあんまりできないんで、滑りのターンのサイズだとか動きの微調整を今してるだけなんですけども、吉木は今一番順調に少しずつ積み重ねてきてますね。井山は基本的な部分はもう全部できてるんで、最後の何をもう一味足していくかはあと 2,3 日のうちに感じてくるんだと思います。女子は去年大きい成功が6番だったんですけども、膝去年怪我したりして、思うように練習環境を整えられなかったんだけども、でもここに来て結構狙っていけるところまで仕上がったんで、まあ間に合ったなっていう感じ。輪島は今はちょっとまだスピードの出る種目がいい状態ではないですけど、ショートターンは大丈夫でしょう。まだまだこれからです。これからってもうあとちょびっとですけど、苗場手強いです。多分一番トレーニングしたと思う。陸上トレーニング多分今までがしなすぎなんだけど夏頑張りました。歩けなかったから。サロモンチームはなんかこうすごい男子に上位の方いっぱいいるし、すごいいいお手本がいっぱいいるんで、変に言葉で聞くよりもやっぱ目で見て、ああするのかなとか、こうするのかなとか、でそれについてやっぱ吉岡さんとかアルペンやってた人たちとこうなのかなとか話しながらやったりして、うん、面白いです。3年間の集大成だと思ってるんで、苗場で恩返しできて、勝ちたい勝ちたいと思って、いろいろ滑りを改造しながら来て、やっとこの3年目に全部できるかなって形なんで、本当によく言ってるんですけど、今年勝てなかったらあと10回悩むやつも勝てないと思ってるんで、順調にいけば井山君を倒せると思います。はい、夏からもうやってきたことはもう、誰にも負けないと思うんで、それを出していくってことと、やっぱり見ていてくれる人に喜んでもらえるようなこう滑りをしたいなっていうのが一番ですね。大会の練習してるんだけど、すごい、なんて言うんだろうな、スキーやっててよかったなってこう練習してるっていうより、なんかすごいそういう風に思って今年は取り組めてるから、だからもし見に来た人がいたら見に来てよかったなとか、そう思ってもらえるように私は頑張る。頑張ります。バイバイ